じゃあこっちの遊戯王もあります。みんなこっちの遊戯王知ってる？俺のデッキ見るか。なんとこの時代はあの強欲なツボと入れたい放題入れたい放題なんです。これストーリーモードとかで、例えば遊戯王モンスターズでこうやってあの要はデッキで戦えるの、それぞれの。バトルシティ開幕、これがもうあのバトルシティのや、あの遊戯 VS 遊戯の VS、 これはもうあのあれよ、モンスター、あ違う、モンスターハンターじゃなくてレアハンターとの戦い。こういう風にね、戦いを再現できねえので、デッキもちゃんとオリジナルで組まれてる。アンズ、あのさ、今度の日曜暇？これはステップジョニーと一緒に、これあれじゃないの、これステップジョニー出てくる回じゃないので、しかもあの声優は一切入っておりません。イシズイシタール、まあ、これはもう流れるようにスキップで、プレイヤーデッキじゃなくてストーリーデッキ、こうするとこれ全然フルボイスじゃないです。これイニシエの遊戯王なんで、そう、ミュージシャンキングが出てくるやつのステップ上にで、これがあのいいデッキだこれ、なんもできねえよ。でチェーンデストラクション、これがキーカードになる。これでレアハンターがパーツを出してきたら、それを破壊してやればいい。そんな男の遊戯王です。さあ、いきなり強欲で謙虚なツボを。はい、左右腕。ちなみにこのレアで、はい、天使の物腰です。博士の愛したカードで、天使の施しを使われます。で2枚捨てて、はい、強欲な壺も使われます。バカの考えたカードで、天使の施し使われます。バカの考えたカード、そう、なぜかレッドアイズ持ってんの。お前それはまずいぞ。チェーンデストラクション、これで相手は勝ち筋がなくなりました。これ原作再現。でもう向こうはエクゾディアピートするしかなくなりましたと。発動しないってんだ。これがクソゲーと言われた遊戯王の、なんだこのデッキマジで。クリボーで殴るしかないじゃん、もうクリボー対足。なんと攻撃力はこっちが100勝っているぜ。でもいいや、もう割っとこう。砂塵の竜巻でブラックホールだった、あぶね。でバトルフェーズに行って、まあ、こういうことよ、これがデュエルだ。で次生贄に捧げてバフォメット出せます。サンダーボルトをクリボーに、いやおもんないでしょこれ、わかるよ。で俺も何もできないのこれ、いやわかる。
なんで、あのこのゲームは本当に死ぬほどありました。おもんなすぎるって言って。もういいか。よし、パワープロできた。まだ